どうもどうも、直太郎丸です。ゴールデンウィークのお休みを利用して東京テレポート駅にやってきました。お台場フジテレビ、どでかいですね。なぜわざわざお台場にやってきたかというと、どうやらこの街にシンプソンズのゲーム筐体があるらしいのです。コロナもあったので遠出は自粛していたのですが、ようやく落ち着いてきたようなので遊びに行くことにしました。テックス東京ビーチに到着。2階の入り口から入ってすぐのエスカレーターを上ります。ジョイポリスがありました。台場1丁目商店街、この中にあるそうなんです。ここです、娯楽センター街。ドキドキしますね。以前他の場所に同じ筐体があるとの情報を聞いて見に行ったことがあります。残念ながらそこではすでに撤去されていました。ここはまだちゃんと残っているのかな。どこだどこだ。おう、あれはもしやシンプソンズのピンボール。すごい、ちゃんとありました。めっちゃ綺麗、側面も可愛い。これはテンションが上がりますね。早速遊んでみましょう。まずは嫁ちゃんにプレイしてもらって、私は撮影することにします。100円を入れて赤いボタンを押すと右のレーンにボールが入ります。プランチャーでボールを弾いてゲームスタートです。筐体の左右にボタンがあり、押すとフリッパーが動きます。あらあら、連打したらうまく弾けないよ。勢いよく飛ばしたいならバーの先端で弾かないと。でもボールの動きが速いから焦ってしまいますよね。落ち着いて落ち着いて。あらら、落ちちゃった。選手交代です。タワーがボールが2つになってる。うわ、やってみるとめっちゃ焦りますね。とりあえずボールを落とさないことに集中します。ここに電光板があっていろいろと表示されます。楽しい。イッチ&スクラッチを発見。左上に若内があります。何やら仕掛けがありそう。テレビもあるのでここはリビングですね。それでは無心でプレイする様をしばらくご覧ください。左下に説明が書いてあったのですが、まだまだいろんなギミックがありそうでした。人が多く長時間遊べなかったので、全てのギミックを堪能することができませんでした。これはいつかリベンジしたいところです。はい、今回はここまでになります。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。